ONG ハウスへようこそ。オクラのヘタの部分は食べない派、案内役のカラスはヤタです。さて本日はやはり2人組という感じでね、活動するならやっとかないとということで、眠りば寝ると2人でカップヘッドやっていきたいと思います。この古き良き手書きアニメーションって感じが個人的にめちゃくちゃ好きなんですよね。でこのゲーム、マップが全部で4つありまして、1つの動画で1マップ進めていこうかなと思っております。なので全部で4つになるのかな。でただですね、今回の1マップ目、実は過去にやったことがちょろっとねありまして、過去にやったことあるにもかかわらずとんでもない時間がかかってしまいましたと。さすが見た目によらない鬼畜ゲーと言われるまでありますね。今回この鬼畜っぷりで我々2人の相性の進化が問われるかもなんてところで行ってみましょう。どうぞ。はい、こんばんは。こんばんは。カラスはヤタです。ネルです。ということで初2人動画、これ始めるとマジで数時間持ってかれるんだよな、難しすぎて。今回は一面って言ったらいいのかな、ステージ1をひとまずクリアするまで駆け抜けるということでね。ステージ3までだっけ確か。そしたら3つの動画になる予定かな。これをクリアするまでは絶対に逃げられないという制約を今ここで誓い、ま、交わします。ちなみにヤタくんはもう2回ぐらい逃げてるからね。これチラッとやったから前、やっぱ2人組ってなってきたらね、カップヘッドは避けては通れない道。そんなことはないんじゃない。いやでも大体みんなやるでしょ。まあね、うん、2人組は。でもそもそもやっぱこれ絵も可愛いし曲もいいから前から好きだったもんね。そうサントラ入れてるからね。ね、iTunes ね。iTunes ね、サントラ入れてるぐらいだからね。行こう。ネルは青でいきます。カップヘッド、ドントディールディール。昔々インクエル島と呼ばれる魔法の島にカップヘッドとマグマンという兄弟が住んでいました。二人は物知りケトル爺さんのもとでのんびり暮らしていました。ある日のこと、爺さんから何度も忠告されていたにもかかわらず、二人は家から遠く離れた柄の悪い地域にあるデビルのカジノに入ってしまったのです。カジノに入るとカップヘッドとマグマンはあっという間にサイコロのテーブルで勝ちを重ねました。こりゃすごい、君たちは負け知らずだね。カジノのいかがわしげな支配人キングダイスが言いました。骸骨楽しそう、イエーイってしてる。やるな坊主ども。兄弟ははっと息を呑みました。なぜならこの声のワオ、この声の主はカジノのオーナーデビルだったからです。そろそろ賭け金を上げてみるか。デビルは歯を見せにやりと笑っていました。もう一度お前たちが勝てばこのカジノの金を全てくれてやろう。デビルが大きな声で言い放つと辺りは湧き立ちました。イエーイ。ただし負ければその魂をいただく。さあ取引するか。似合うね。出た。簡単に金持ちになれるチャンスに目がくらんだカップヘッドはうなずきサイコロをつかみました。あ、カップヘッド、いけなーい。ゲームを察知したマグマンが叫びました。しかし時すでに遅し。ピンゾロだ。悪そう。デビルが床を叩きながら大笑いしました。貴様らの負けだ。デビルが兄弟に迫り、二人は恐怖で震えが上がりました。さて貴様らの魂だが。兄弟は命乞いをしました。きっと別の方法でお返ししますから。マグマンは言葉に詰まりながらも訴えました。どうぞです、お願いします。カップヘッドも言いました。うん、一向の余地はあるな。優しい。デビルはニタニタと笑いながら1枚の用紙を取り出しました。逃げ出した債務者どものリストはここにある。俺様の代わりにこいつらの魂を集めてこい。そうすれば貴様らのことは見逃してやってもいい。分かったらさっさと行け。デビルはうなり、2人を蹴り飛ばして乱暴にカジノから追い出しました。こいつら全員の魂を明日の真夜中までに集めてこい。さもなくは俺様が貴様らの魂を回収しに行く。カップヘッドとマグマンはすっかり覚えて全速力で逃げ出しました。早くマグ、カップヘッドは言いました。ケトル爺さんのところに行こう。きっとどうすればいいか教えてくれるから。バチャバチャじゃん、頭の上。かわいい。終わったことになったもんじゃな。お前たちもデビルの手先になどなりたくはないじゃろう。
じゃが断ろうもんなら考えるのもこと恐ろしいことになるじゃろうな。とにかく今は上司を合わせておくしかあるまい。その契約書とやらを集めてな。汚れ仕事に備えるんじゃ。一度敵に回ってしまえば債務者であるお友達からの協力は得られまい。それどころか恐ろしい怪物に姿を変えてしまうじゃろう。お前たちがカップの中身をぶちまけてしまわんようにこのポーションを用意してやったぞ。さあ持って行け。きっとお前たちに素晴らしい魔法の力を授けてくれるじゃろう。さあわしの机で神秘のインク壺を使うんじゃ。戦うためにはそれなりの準備が必要じゃぞ。ということで私はカップヘッドで参戦。ちなみに今の読み上げ君風ということで、チュートリアルはかわゆい飛ばし、これ本当おしゃれだよな。このチュートリアルおしゃれ、見習いたい ね。じゃあ我々の ONG ハウスもこういうテイストでいきたい。よし。でこれね、このゲームで一番大事なポイントだと思う。ピンク色の玉はパリッつって。よし。早く言ってよ。あなんか二段ジャンプみたいなことができるんだよね。でそうするとゲージも溜まって必殺技が打てるよっていう、まあなんかやっといて損はないという。味方がやられちゃった時に同じようにパリをすると蘇る。よし。コインで装備が買えますよと。まあどうせみんな知ってんでしょ。よーし。かわいい。かわいい。あ、リンゴちゃん。よお前ら、どうやらトラブル協力するぜ。こいつらを持ってきな。コインを3枚ゲットしました。ありがたいですね、ありがたい。はい、ということで早速ショップに行きたいと思います。早速ね、まああのお察しの通り我々はもう1回目じゃないんで、このゲーム迷いなく買っていきます。迷いなく買っていきます。難しいんでね、このゲーム。強いアイテムはどんどん買わないといけません。初めての振りはできないからな。もう手慣れた手慣れた装備構成でもいいっす。はい、アメコン、はーい。プレッ1個目のコイン。いやしかし、あっ、今回の目標は、パリをたくさんして行きたい。今までは諦めてたもんね。諦めてたけど、さすがに2回目ということで足を引っ張らない程度に痛い痛い。もうライフが残り1。なんでやねん。さよなら。これをパリすると蘇るんですね。おはようございます。よいしょ。でダッシュ。よいしょ。痛い。でこれ蘇るんですね。よいしょ。よいしょ。パーパーパー。痛い。でしょ。これね、何回も死んでるうちにどんどん速くなるんですよね、登っていくのが。そうなの？知らんかった。いずれ回復させられなくなってしまうっていう。無限じゃなかった。はい、スムーズ。わお。いや、これすごいよ。これみんな知らないだろうけど、これ今一発目だからね、これね。大丈夫かなこれ。尺今回。入るかな、心配なつきさん。前これ1時間かかったからね。かかったね。何回やったか覚えてないけどやったもんね。でこれショップもう一回行けば行くよ。早く寝れるかもしれないけど。早く寝たい。寝るのよし。もう飛んでいく。まあ、ネルが買ったやつがいわばショットガンだね。おっしゃ行くぞ。野菜パニックね。これ。よいしょ。よいしょ。
でしょ。で最後がパリですね。このゲーム全部手書きなんでしょ。そう。7、8年ぐらいかかった話なんだけど、えぐいマジで。あ、俺ら装備し忘れたわ。あ、スプレッド装備してない。これね、あのちなみに触らないとね、何事もなく終わるんですよ。玉ねぎちゃん、玉ねぎちゃんでしょ。攻撃しちゃったからないで。これあのちなみに後ろのビッグバンド自体も、うん、確かちゃんとレックしているのどうかな。もないよ。あぶないな。あぶない、いた。あ、死んだ。すみません。あれ、ちょっとやたくん、私の方が上手いんじゃないもしかして。無駄にヒットしたよね。人参の音、はい、よいしょ。あ、危ない。あ、俺ここチェイサー持ってたから人参をオートで落としてたけど。よいしょ、一発クリアですよこれ。これ大丈夫？今日これもあれじゃない、ステージ2まで行けちゃう、行けちゃうかもしれない。今まで私たちがいかに下手だったかということがよくわかりますね。ここ行くのにもうすでに多分1時間半ぐらいはかかってた、ね、イエーイ。あ、本妻一家の魂の契約書を取り戻しました。取り戻し？押収した？これやったことあった、ここあるでしょそりゃ。あー、これか、うん、あー、そう、起きしてない。あー、おいおい、死んだ見た、わかる。行くぞ。はい、敵の HP は、あ、間違えた、3つ。これは一回マップ戻る、一回マップ戻って装備を更新します。はい、マップですね。これってアリとキリギリスみたいな感じある？関係ないか。アリとキリギリスはだってアリとキリギリスだから変える関係ない。あ、すごい。よっ、うまいですね。でもこれガマくんとカエルくんってこんなんだよね、確か。何それ。よっ、手紙待つやつ。手紙待つやつ、うん、いた。有名なんですよ。え、国語の授業とかのやつ。国語の授業、思うんだけどさ、宇宙は皆さんはさ、学校苦手な人多い。やめろよ、ちょっとセンシティブな話題じゃんそれ。人によってはあれやろそれは。え、でももうそれを乗り越えているわけだから、まあ問題はないっちゃ問題はない。まだセンシティブな人もあんまりない。ちなみに学校苦手だった理由はあなたはあれだからね、めんどくさいんだからね。そんななんか超怠け者みたいに言うね。なんかそのいじめがどうこうとかじゃないじゃん。まあ、そこ相変わらず時間かかるな。ここでダメージを食らわないことを目標とします。何できない、痛い。ペットボトルのパキンって音に痛いって言うじゃん。ナイス、レース。これコインを避けていきたい。で、パリーをして、パリーをして、ちょっとこれは今の俺が悪いわ。僕の武器はこれ、ブーメランって言って、こう
撃った弾が返ってくるんですね。で返ってきたやつの方が確か火力が高いんだよね。だからもうそこを見てます。そうで手前待機でコインを手前に誘発して後ろ避けて、はい、うまいですね。取らない。じゃあいやらしいなぁ。よっよっ、音かわいい。よっよっよっ、ずれた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 。長い。あ、そば食べたい。そば。私のやつ。私のやつ。くそ。始まった？順調だったのは2個目までだった。カップヘッド始まっちゃったな。まあ、さっきまでカップヘッドやってる気しなかったもんね。そうね。逆に打ってるよ。あ、間違えた。はい、うえぇー、危ない、危なかった。あ、危ない、ヘビにして、あー、トラマジで無理。クエさん、あくそ。カツオブシムシって知ってる？カツオブシムシね、俺はね、実はそんな実物をよく見たわけじゃないんだけど、そこら中にいるらしい。無限湧きする。でも、カツオブシムシが湧くとこに住んでんだこの人たちって思われるやじ。え、今じゃない。あ、まあそう、過去ね。過去住んここに来る前ね。ONG ハウスに来る前に住んでた。の家で沸かしたことがある。でもあいつら別に汚いからいるんじゃなくて、洗濯物とかに、生体のあの、ちょっと黒くて硬い虫が、くっついてるのを取り込んじゃったのが、どっかで繁殖するっていう。その布が好きなんですね、やつらは。なんで、ぬいぐるみとか、布団とか、そういったところに、痛い助けてー。あ、そうかよ。お布団のスリッコとか、洋服の塊とかで大量発生する、何ですかね、ちょっとウニョウニョした、まあ一見カツオ節に見えなくもない、茶色い虫が、まあ、あと抜け殻とか大量にあったりとかして、地獄を見る。バルサンで全滅は不可能と言われている。非常に強い虫で、3年飲まず食わずで生きていけるっていうね。めっちゃ集中してる。やることなくて暇だからね。あ、いて。のだめだったのに今まで。カツオブシムシが出た際には、熱で殺しましょう。めっちゃ集中しちゃった。キャラメルポップコーン食べます。映画見てるみたいな気分なんで。いいで。衛生もある。急に、急の衛生もある。うまい。それ場合によってはカットする。うまい。先行くよ。何？パパパッパパー。何かの魂の契約書をゲットしました。まああのカエルたちでしょうね。ねえ、コインないかな。コイン欲しいね。こっち。ああ。行きますよ。これミニゲームみたいで好きですよ僕は。可愛いねこの化けは。これは倒せない。倒せない。全部やったけど。よしってやりたい。よしよし、あ、ちょっと怖いよ。よしよいしょよしよいしょよしこのお化けたちなんか可愛いよな。よ、あ、可愛い。帽子落ちる。なやむやむしてるやつとね、うーって言いながら食うやつがいる。マジで何もしてねイエーイ、出てきました。お姉さん、助けてくれたボヤたちにどうお礼をすればいいかしら。私たら自己紹介がまだ、ごめんなさい。私は伝説の精霊チャリスと呼ばれているの。お目にかかれて光栄だわ。こちらこそ光栄です。お、魔法を探していたところお化けに捕まってしまっていたの。あなたもお化けでは。魔法といえばどうかこれを受け取ってきっと役に立つわ。また他にもこういうとこがあるっていうことで、なんかもらったよ。わーい。新しい必殺技をアンロックしました。楽しみですね。あ、このね、装備しましょう。ちゃんと装備しましょう。エナジービーム、はい、上下方向に合うと思います。ボスです。痛い。よいしょ。ボスモード、ボスモードっていうかボスを倒すところと
2D スクロールで走り抜けるやつとってあるよね。痛い、助かる。あれ動かなかった。ゴミもいいところです。ゴミもいいところですね、うん、しょうがないのでポップコーン食べます。おいしい。モロッキュー、俺キュウリ嫌いなんだよね。普通にクリアしちゃった。え、嘘。めっちゃ普通にクリアしちゃったよこれ。いいね。いや本当にいいわ。取れ高として平気そう。微妙。すげえ微妙。やっぱ人は人が苦労してるところを見たいって聞いた。そうね。プルプルグラン。ランゴーガン。やった。あれ、ミスた。あー、無駄にバタバタしちゃってる。あ、そのままエレベーターシステム。自分そんな、あの器用なことできないんで。多分、自分死んじゃうんで。見えない、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 見えない。危ねー。よいしょで、こうです。にゃお、かわいい。かかかな。はい、息を合わせて。はい、あれ、ほら今完全に赤い方見てたもんね。なんだっけ、で、一回右行ってよいしょ。はい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 、バーイ。ミルクショーっと。いや、頑張れ。いや、ここは一人でクリアしてみせる。じっ、あっ、マジ沈んだって。飛んだの、落ちちゃうかなって思って、足場が怖くて。早く行く。ちょ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 、もうできんかった。でもあといくらでもできるよ。できた。やっぱ着実に上手くなった。バーってなってた。あ、はい、いってらっしゃい。前見な。上見てた。困ったんだなぁ。お腹すいた。本当だ。この時間が一番お腹すくからね。あー、行っちゃった。追いかけて。うわっ。前見よ。ちゃんと前見よ。最高の夜食について語り合わない。個人的には卵焼きおにぎり派なんだよな。卵焼きおにぎり。卵焼きととおにぎり。何のおにぎり。何でもいい。それはもはや何も入ってなくてもいい。見えない見えない見えない。
塩むすびでもいいの。私はね、あ、悩んじゃうな。ちょっと何でも美味しいよね、夜食べるとね。一番確実な上に上がる方法は死ぬことです。でしょ。あの結局、うん、うどんでもカップ麺のやつでも何でもいいけど、混ぜそばっぽい味にしたやつが一番いいかな。濃い味ってこと。そう、まあ薄味だとね、体に良さそうだからな。体に良さそうなことをしたいやつは夜中で飯食わんからな。優秀になったの。なんか落ちてった、反動で落ちてった。え、クリアした、もしかして、うん、よーし、まずそこ、え、よーし、いいよ。HP ボーナスをもらえたことないよね。どっちかは死ぬからね。ガッシャンガッシャン。あ、なんだ、枕、枕マン、枕マンが音だったわ。カジノのウィンナーのあいつにムカついてるってことは、劣化のこと。じゃあここの曲は僕一番好きですよ。一番好きです。あの僕ラテン曲好きなんですけど。オタクっぽくなってきてる。オタクいっぱい喋るから。オタク君さ、ビッグバンドの話になると早口になるよね。ちょっとやらない。本当。早口にならなくて。ああ、ビッグバンドの曲ってだけでマシじゃない。マシってはある。これか、ビロー、怖いなこれ。こいつよく見たら鼻がとんがってんの怖くない？ワンピースにもそんなん痛いの？ウソップ？ウソップも怖いけど、鼻がさ、三角にとんがってるキャラクターでしょ。ああ、あいつ？あの、あいつって仲間だと思ってる。え、仲間？敵？敵かもじゃん。アーロンとかじゃなくて？アーロンもだろ、女でいるよね。女？死んじゃった。なるほど。女で鼻がとんがってんの？うん、誰だ。え、そんなやついたっけ。多分メインキャラクターじゃなくて、うん、どっかで出てくる説明キャラかな。説明キャラなんていないか。今ワンピース1話から君大作戦してんだ。マジしんどいからやめた方がいい。900話ぐらいまであるでしょ今。あらあら、なんかあんまし空島ぐらいまでしか見たことないんだけど、なんか全部あんま覚えてないなと思って。面白いって言うからさ。そうです。でも最近特になんかもいろんなことが起こって面白くなってるけど、そこに至るまでの道が長すぎて逆にすごいって言われてるから、うん、今それを追おうとしてるのやばい。クレイジー。それでハンターハンター見終わったばっかり。あれはな、神だった。神の作った話だった。面白いことあるって思ったもんね。なんか画面がグワーってなる、これ。あばば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 、ダメか。あっ、頑張れ。はい、でもワンピースにはさ、あ、おめでとうね。怖い顔、怖いな、こいつよく見たら怖いな、うん、フラウィーみたいだね。確かに、お花は掃除できた。キャグニーカーネーション、あいつカーネーションなんだ。屋さん、こいつ何？何かを見るまでもなく言っちゃったけど。ごめん。飛行機屋さん。可愛い。超可愛い。もうでこいつ何？こいつ何これ？蓋ついてるね、頭に。ガソリンタンクとかなんか。そういうこと。危険なセップに。私ここの曲一番好き。このクマムシの一個みたいな。グロッケンがね。うん、いやでも一番好きなのはこの普通のトランペットかなんかの。うん、痛い。よいしょ、逃げて。痛い、やばい。おいしい。アタック。あ、せん。あ、やばい、ちょっと、ね。痛い、ちょっとやばい。あ、助かる。もう俺の圧力。痛いね。あ、届かないわ。さすがに。ヒステリック。
おばさんだ。いるよね、こういう人。こいつも鼻尖ってるよ。あ、いった、あの尖ったとこに刺さった。あれは痛いわな、確かに。下の尖ったとこに。なんだろうね、鼻とんがってんのってこう魔女感、魔女感があってかね。いた、うわ竜巻、火事向いてない、いったこの星マジで腰痛い、俺火事向いてないって、いった、わあ無駄に1ダメもらった、うざすぎる、ショックだった、いた、いや向いてるとは思ってないよ、だってさ、手汚れんの嫌だとか言ってさ、いや手汚れんのは誰しもが嫌だろ、ちょっと早いですね、登って一体、おー歩み屋の尖ったとこに当たった、そのくらいいいよね、クラリネットってどうやって、黒い棒のやつ、クラリネットって黒いの、黒いよ、あーよそ見したー、そんな話してながら、え、金色のイメージだけど、それサックスで、え、クラリネットって黒いの、クラリネットは木管楽器だから木でできてる、あーそうで、フルートも木管楽器って呼ばれる部類なんだけど、あれはもう金属でできてるんだね、なんか、まあ、ややこしいったらあれですね、そうでもクラリネットは本当にまだちゃんと木でできてて、野球とか見る人は野球応援でさ、高校生とかがねタオルをかぶせてる楽器があるんで、よくねあれ何って聞かれるんだけど、うん、あれクラリネットですね、焼けるから、そう、黒で太陽の光を吸収してしまって木が割れちゃうんだよね、膨張とかして、うん、で、まあ、私クラリネットって言ってて、ただね仕事でクラリネットを触ることはねほとんどなかったですね。何の仕事？あの楽器を教えたり、その依頼が来て吹いたりなど、大丈夫、まあ、誰に教えてたの？女の子にいけないことしてない？手取り足取り手取り足取りだよ、女の子に、そうよ、あそこは危ないお仕事じゃない？それ、まあ人によっては危ないよね、あれ実際問題、どういうこと、人によっては手出しますけどね、あ、そうそうそう、いや危ない、危ない、不潔だな、よし、あ、不潔マンが勝利した、うまく濁せたわババーン、ゼルダバーグの契約書を、なんかこれ悪いことしてるよね、まあ債務者のところ、だから牛島くんと一緒だよ、あ、え、終わった、え、終わったやったで、ステージ2のところを、あ、ストーリーがある、ここは何、やるじゃないか、本当にへこませてきたみたいだね、次の島に進みたまえ、君たちに締め上げてもらいたい連中はまだまだいるからね、私はそんなことしてもらえませんよし、 お前たち間に合ってよかったわ、今巻き込まれとる厄介事から抜け出す方法を見つけたぞい、すごいや、本当にお前たちの力は増しておる、この調子ならあの悪党キングダイスとも渡り合えるようになるじゃろう、そしていずれはデビルともな、わ、わお、わお、え、本当にそう思う、子供にそんなことさせんなよこいつ、黒幕だろ、じゃがまずは魂の契約書をすべて集まんでは、デビルに近づくこともままならん、それだけがあの悪魔に形勢逆転する方法じゃ、その時が来たら正しいことをするんじゃぞ、含みがすごいね、正しいことを素人という、さていかがでしたでしょうか、一回やったにしてはですね思いのほか、苦戦をしまして、実は想定の2倍以上ですね時間がかかってしまいましたというところで、ひとまずまあ1ステージ目突破ということでね、嬉しいですね、次回はこの遊園地エリアをですね2人でまたどうにか、時間どれくらいの感動なのこれ、頑張っていきたいと思います、それじゃあまたね、グッドボタン、高評価、チャンネル登録もよろしくね。